ベルサイユ宮殿の戦士回路に置かれたオマール公、クロードの共造クロード2世とロレーヌは、フランスの上級貴族、ギーズ公爵家の一員で、マイエンヌ公爵及び、オマール公爵。スコットランド王ジェームズ5世ヒマリーは、姉、ギーズ公、フランスは、ロレーヌ数奇教シャルルは、兄、エルブフ公、ルネ2世は弟。ギーズ公及び、オマール公クロード1世とその妻で、 ランドームハク、フランソワの娘であるアントワネット・ド・ブルボンの間の4、男として生まれた。1544年より、いとこのロレーヌ公フランソワ一世紀の軍隊に入り、1545年のブローニ包囲戦や、1551年のフランス軍によるピエモン転生に参加した。翌1552年のメス、トゥール、ベルダンの三子協領の占領にも加わったが、 この時、神聖ローマ皇帝カール五世の側に寝返った、ブランデンブルク・クルムバッハ編脅迫、アルブレヒト・アルキビアデスの捕虜となり、1555年まで、クルムバッハのプラス・センブルク城に遊兵されていた。1558年、兄のギーズ公、フランソワの指揮したカレー占領に参加している。クロード二世は、その後、フランス王アンリ二世によって、 ウルゴーニュ地方の知事に任命された。1572年、サンバルテルミの虐殺にあたって、老いのギーズ公アンリ一世が、中心的な役割を果たした際には、老いを支援している。1573年のラロシェル包囲戦の戦場に、アンジ公のお供として随行した際、大砲の玉にあたって戦死した。1547年8月1日、アンリ二世の愛称である、 バランティノは公爵夫人、エタンプ公爵夫人、ディアーヌ・ド・ポワチエとその夫のモレブリエ博、ルイド・ブルゼの間に生まれた娘ルイーズと結婚し、間2 1人の子女を設けた。ありがとうございます。